そう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 、いい感じいい感じいい感じ。ちょっとフレームアウトしてる。ちょっとな、何やってんだよ。はい、どうもガチャンネルです。みんなも、動画撮ってもらうときね、あるでしょな、なんでそんな下手くそなのみたいな、あるよね。わかるわかる。いやでもこれ慣れてない人にはとっても難しかったりする。そこで今回ですね、はい、ということでじゃじゃん。さあ今回やってきたのがベルキンですよ。まあ充電器とかで有名な場所なんですけども、ベルキンがですね、なんとカメラマンいらずのやべえの出してきました。今回のやつが、ベルキンのオートトラッキングスタンドプロ with ドッグキットってやつでございます。皆さんもね、まあ、iPhone とかで撮影するときわかると思うんですけど、こうやってみると、なんか自分の顔をね、なんか認識してるみたいな。で自分の顔に合わせて他の明るさを調整とか、そういった機能が備わっております。まあ Android とかそこら辺もね、全てにおいてほぼほぼそこら辺はついてると思うんですけども、要はね、その顔認証を利用して、しかもね、アプリとか必要ないですよ。あの自動的に追ってくれるという魔法のやつ。ほんとほんと。さあということで、こちら中身の方が、はい、やってきた。結構ごついよ。さあということで、こちらが本体でございます。もうこれ見てわかるようにくっつきます。そしてこれがね、なんかこのボタンみたいなのがあるんだけど、これがね、多分スマホが設置されてるかどうかを測るやつ。そして他にはこちらにボタンが一つあって、で裏側見てみましょう。こちらの方は三脚ネジがついていて、こっちにタイプ C の入力がございます。そんでこちら本体にもね、バッテリーが入っておりまして、5時間動作するということ。さあということで、どういう風に使えるのか、はい、見ていきましょうか。まずはこちら電源が入りました。そしてね、これこのまんまこうすると、ほら来た、トラッキングドッグアクセサリーを探しています。それで接続ポチ、これだけ。アプリとかいらないのよ。何これって。ベルキンスタンドプロが認証されました。はい、だよね。もう完了したわ。30秒ほどで完了です。んなら、これ今一旦置いてみるね。一応、今動いたね。一応ね、15W で充電することはできるようになっておりますので、まあ普通に充電スタンドとしてもこれ利用することはできる。ちなみにこちらですね、ドッグキットの価格ですね、こちら本体とこのケーブルがつきましてですね、約2万6000円です。あの充電器としてはあのバカほど高い。まあ相場のね、まあ大体2倍から 2.5 倍ぐらい価格ですね。まあまあ値段するっすよ。こういったやつ大体1万円ぐらいするんですけど、まあ 2.5 倍ぐらい、はい。本当にその価値があるのか、一体そのドッグキットで本当に追尾するのみたいな、そこら辺ちょっと見ていきますよ。使い方は非常に簡単で、カメラ起動します。そして、写真ではなく、写真どうなんだろう。ああ、なんもならね。一応なんか顔をなんか認証してるみたいな、そんなマークが出てるんでダメ。ほなビデオにしてみましょう。おえ、いや見てくださいこれ。さあこれが今回のトラッキング機能でございます。なんとこんな感じで、人間が動いて、それに対応してちゃんと追尾してくれると。それで動作としてはちょっとね、ワンテンポ遅れる感じはあるんだけども、まあゆっくりいくと、まあフレームアウトしない感じでしっかりと、追尾の方はしてくれます。ほんで急激にこの至近距離でギュッて消えた時も、なんとなくね、ちゃんと追尾できるのよ。予想してくれるの、これこの動く先を予想して、完全にアウト、いなくなってからも追ってくれるという。わ、すげえな、お前やるやん。いやこれ結構使う幅はね、結構広めだと思うんだよね。さあということでキッチンやってきました。もう今それでもこの子追いかけてます。ちなみに今ケーブル抜きました。5時間まで動作することができます。なのでキッチン動画を撮るときとか、はい、そういったときであってもちゃんとこうやって追尾してくれている。だから台所中ね、
動いてもめちゃめちゃ機敏。いやー優秀じゃん優秀じゃん。もちろんね今縦画面になってるけど、これを横にしても、あちゃんと動作した動作した。意外とね顔の位置取りがいいんだよね、こうやってなった時も。わーすごいね、移動方向に対して見て、顔こっち向けるとこっち向けるし、で顔こっち向けるとなんかいろいろ予想してるんだ。顔の向きに結構合わせる癖があるんだね。ほんで正面向くと、うんまあまあ動かず、でこっち向くと、おおすごい、どういうアルゴリズムでちゃんとやってんだろう。あーちゃんとこう、はいこっち行きます、わすごいこの予測、はいこっち行きますよ。ベリーグッド。いやちょっとこれ欲しくなってきた人いるんじゃないの、何何それみたいなね。いや動画とか撮る人ちょっと欲しくなっちゃうよね。ほんでちなみに今このワイヤレスモードだと充電はしません、充電なしで自動追尾のみのモードになります。さあただね、いやいやと iPhone のビデオ撮影だったらね使えるの分かったと、他はどうなのですよね。いやいや生配信で使いてえよみたいな、まだ使ったことないんですよ。ちょっとテストでやってみます。ではどこ行くんだい。ではテストで、子供向けではありません。あでもなんかすでになんか今認識してる感じがする。わおなんか認識してるね、やっぱりなんかもう顔に合わせてその背景とか綺麗にするじゃないですか、明るさとか調整関係なくなんか動作する感じがするぞ。今ちょっとテストでライブ配信を開始。あ一回、あどこ行くんだい君、あ来たんじゃない。今ちなみにライブ配信です、 YouTube アプリでの。来てるわ、嘘でしょ。えさあということで今日はこんな感じでしっかりとお届けしていきたいなと思います。本でよこれアウトカメラ使ってみよう一回。うわやあこんにちは。さあということで今日はこんな感じで生配信をお届けしていこうと思っている。さあ今日はカメラマンに、そうなんです、2万6000円で永遠に雇いました。まあ多少電気代は必要になるが2万6000円で永久的に使える、そんなカメラマンをご用意させていただきました。そう時代はブラック、最近の企業はホワイトとか言わせてもオラの会社はブラックで、こき使わせてやる、たった2万6000円永久的に。やばい、これすごないか。もうおそらく今ライブ配信っていうね純正のカメラアプリじゃなくてもこうなる。どういうこと、ちょっと待って、はい外すよ。なんなのこの優秀なの、ちょっと待って、ならさ、カメラアプリとかでブラックマジックね、これで撮影する人もいると思うんだけど、これも動作するのかな、ちょっとくっつけてやってみるね。動作した感じがする、してるわ。ブラックマジックのカメラであってもお前うせやろ、マジで動作すんの、アプリとか関係ないのお主、全てのアプリにおいて基本的に動画だったら動作するようになってんのこれ。いやちょっと待って、お前結構いいやつやな。いやこれすごいぞ、ベリック。はい、ということでめちゃくちゃいいです。ただ今つけてみてまさかの誤作動起きてる。お前オラの顔向けようと思ったら胸にあるこのキャンブブのこの顔に反応しちゃって、このね今胸元の顔を一生懸命追うというこの状態。はい、ちゃんと顔に今認証させました、バッチリ。ほんでアップルウォッチとかついてる場合はね、背面とか、それをオンにすると、はい背面お願いしますってやるとキュイーンって自動的に回ってまたねこうやって追ってくれるようになるのよ。これちょっといいよね。うん、まあ純正のアプリ使った時だけしかうまいこといかんけど、あたまにうまくいかんくなるわ。背面、はいはいはい、まあこんな感じで一応操作するけどややちょっと不安定かな。うん、今前面、
カモン、ほら、コーンじゃない、コーンやないか。みたいなね、ちょっと不安定な部分はあるんですけども、まあ一応この画面上でタップすると、うん。この顔を今認識してるわ。うっせやろ、お前。2万6千円こんなもんか、お前。まあ顔だけど、これ。はい、ということで、ちょっと注意は必要みたいでございます。ただ、思った以上にいい。そしてね、あの動作音はね、なんか確かに机に置い、うんうんっていうちょっと低めの音はね、鳴ったりするんだけど、まあそこまで気になる。まあもしかするとカメラにね、入るかもしんないけど、まあそんなに気になる音じゃないのかなと思います。結構やっぱ黙ってないとね、聞こえないんだよね、本当に。ほんでまあ利用方法としてはね、まあこういったね、あのダンスをするときに、あのそれを追ってもらったりとか、まあでもね、やっぱ一人で撮影だね。まあこの辺にあるように、一人で撮影するときにすごいあの助かる。ほんでまあ誰でも使えてしまうっていうね、 iPhone であれば。ちなみに Android とか置いたところで、これはね何にもなりません。はい、こうやって何にも起き、え、テロン、はい、何にも起きません。テロンってなるんだけど、 iPhone だけです、動作するのは。充電はねするんかな。お、なんかテローンって充電中にはなったわ。なんで充電として、充電器として使えるんかもわからんね、 Android でも。まあとにかくね、あの変なアプリとかも何も必要なく、もうデフォで使えるようになりますので、まあマグセーフに対応したものになると思いますね、これ。であれば使えるようになってるんじゃないのかなと思います。一応ね、購入ページはね、概要欄の方に貼り付けておきましたので、もしよかったらチェックしてみてください。ベルキン、おもろいやん。あと多分こういうの追随して、各メーカーいろんなものこういうの出してくると思うからね、またこういったスマホ撮影がね、楽しいことになってくんじゃないのかなと思います。さあ、ということで本日はご視聴ありがとうございました。じゃあね。はい、ということで最近起きたこのコーナー、はい、実はね、骨格診断でもやってもらいました。すするくんのイベントがあってさ、あのそれでちょっとね、あの骨格診断できる方がいらっしゃって、ちょっとね見てもらったんですわ。骨格診断っていうのが、もう太ったりとか筋肉つけたりとかも関係なく、生まれ持ったもので、要はね、あの骨格によって、まあ、大きく分けて3つに分類されると。ほんで、エリちゃんはね、ちなみにナチュラルタイプというものに分類されております。ほんで私、ナチュラルタイプでございました。ナチュラルタイプっていうのが、骨がね、角張ってる人、だからこことかね、あのこのポコが出やすかったりとか、鎖骨が出やすかったりとかっていう、あれで張ってるんですかね。いや、アパレルやっておきながら、まあ、その骨格、自分のなんか似合う服とかっていうのが実は知らなくて、ストレート、ウェーブ、ナチュラルの、3つがあって、ストレートが、なんだかこうね、筋肉がつきやすい人すごい雑だけど、ほんでウェーブが撫で方の人ほんでナチュラルが骨出てる人すげえ雑だけど、ほんで自分の場合はなんか筋肉も、脂肪もつきづらいみたいな書いてあるんだけど、ほんと人それぞれでさ、あのしっかり脂肪もつけることできるし、しっかり筋肉もつけることできるっていうことで、侮ってはいけない。骨格だからといって侮ってはいけない。まあ傾向はあるんかもしれないけど、しっかりと脂肪はつけることができると自分は前もって知っている、ほんでナチュラルタイプの私は、オーバーサイズの服が似合うということでございます。だからダボっとした服の方がいいんだって。まあでも、まあ筋肉つけたから、まあ、ある程度何でもね着こなせるようになったような気はするんだけども、まあ、ちょっと参考までにやってみたいなと思います。ほんでちなみにうちのね、りょうちんはデレレレン、ストレートタイプ。ほんでうちのタッチはデレレレレレレン、ウェーブタイプとなりました。いやー、ぜひみんなもね、あの自分の体型、何体型かね、骨格診断やったことある人はね、どういうなのかぜひまた教えてください。本当に、あ、骨格で似合う服ってなんか決まったりするのかな。ぜひまた教えていただけると幸いです。ということで本日もご視聴ありがとうございました。想像以上にこれ良いです。